池城康則は琉球王国末期の官僚。三士官の一人として日本政府による琉球処分の難局に対処した。闘名は毛有妃、毛聖地上野の十五世、池城屋方とも称せられた。1873年、三士官に任ぜられる。1875年、明治政府の内務卿、大久保利道は琉球に対して東京に、 施設派遣を要求した。池城は施設団の代表として東京へ赴く。大久保内務卿の要求は台湾出兵への謝恩のため国王招待を上京させること日本軍の賃貸分営を沖縄に設置すること中国との関係の一層などであった。池城は激しく抵抗した。賃貸設置については琉球は軍備によらず礼儀と話し合いで外国に対応し、 平和を維持してきた。信頼を置けば外国から武力で強要されると主張。大久保らの要求をことごとく拒んだ。そうした中、琉球が派遣した新講師が北京に入場。中国外務省は日本代理講師と琉球新講師の面会を拒否した。すでに琉球は明治天皇に琉球藩王に封じられていた。大久保は君臣上下をわきまえないとして、 池城らを叱りつけた。これを機に、明治政府は、琉球と中国との外交断絶を全面に出し、琉球首脳との直接交渉に乗り出す。1875年7月14日、明治政府は、松田道行を琉球処分官として、首里城に送り込み、清との外交を禁ずる命令を国王明代に言い渡す。琉球王府は激しく反発、交渉は物別れとなった。 松田は大乗官に琉球藩を廃止し沖縄県とすることを権限した。池城は与那原良傑、高知浅常と共に東京に赴き、清との外交断絶は受け入れられないとして明治政府への直訴運動を展開した。しかし政府は相手にしなかった。自由民権派の一部は好意的な反応を示すにとどまった。施設は十数回にわたり政府に 旧国の嘆願書を提出するが、明治政府は1876年5月10日、施設の退去を命じた。しかし、池上らはこれを無視し、施設を増員し、請願を繰り返した。また高知浅津根は新国への密輸として派遣された。池上は14回にわたり、嘆願書を提出し続けたが、不眠症に陥り、1877年4月30日、 東京の琉球判定で没した。明治政府の軍事的圧力の中、琉球藩が廃止されて沖縄県が設置されたのは1879年のことだった。ありがとうございます。